レオノーラ・バイパーによる自動筆記オートマティシムとは心理学用語で筋肉性自動作用という意味、あたかも何か別の存在に憑依されて肉体を支配されているかのように自分の意識とは無関係に動作を行ってしまう現象などを指す。自動作用によって筆記を行う現象を自動筆記、自動初期、自動記述などと呼ぶ。霊媒や霊能者、 チャネラーなどと呼ばれる人々は死者の霊が降りてきた神や霊に命令されている体を乗っ取られている高次元の存在や宇宙人とチャネリングを行うなどの理由により無意識的にペンを動かしたり語り始めたりするこれは心霊などがこの世界に接触を図る方法として説明されている日本ではかつて神がかりお筆先とも呼ばれていた霊媒による自動作用では トランス状態で生じる場合と、意識を保ったまま自動作用が発生する場合がある。筆記者が知り得ない情報や習得していない言語を、筆記した、通常ではありえない速度での筆記などの報告がある。第一次世界大戦後、フランスの詩人で、ダダイストでもあったアンドレブルトンは、ダダと決別して、精神分析などを取り入れ、新たな芸術運動を展開しようとした。 彼は1924年、シュルレアリスム宣言の起草によって、シュルレアリスムを創始したが、彼が宣言前後から行っていた、試策の実験がオートマティスムと呼ばれている。これは眠りながらの口述や、蒸気を一した拘束で、文章を書く実験などだった。半ば眠って、意識の朦朧とした状態や、内容は二の次で時間内に、 原稿用紙を単語で埋めるという過酷な状態の中で美意識や倫理といったような意識が邪魔をしない意外な文章が出来上がった。無意識や意識化の世界を反映して出来上がった分野、主から自分たちの過ごす現実の裏側や内側にあると定義されたより過剰な現実、すなわち超現実が表現でき、自分たちの現実も見直すことができるというものだった。 心霊主義の立場ではオートマティスムを表意現象の一種と考えて、霊が霊媒の手を借りて、意思表示や創作を行っていると説明している。科学的には、オートマティスムは自己催眠の一形態として説明されるケースがある。統合失調症や無遊病など、何らかの病的要因が潜んでいるケース、薬物などの使用によるケースも指摘されている。 ウィジャボードやコックリさんの原理は関連性運動と呼ばれる筋肉の無意識の動きとして説明されている。ありがとうございます。